皆さん、こんにちは。日本で一番歌がうまいシンガーとも言われている玉置浩二さん。玉置浩二さんは歌がうまいだけでなく、切なくも美しい曲を作るのが得意です。彼が良い曲を作り、心を込めて歌えるのは、自分の濃い実体験があるからこそだと思います。ステージに立つ佇まいだけで、説得力にあふれ、見てる人を圧倒するオーラを感じますよね。そんな玉置浩二さんは濃い大きい男としても有名で、歴代の交際相手は有名人ばかりです。結婚も何度かされていますが、お子様は一人しかいないようですが、現在隠し子の噂がささやかれているようです。また、玉置浩二さんには昔から抱えている病気がありました。そこで今回は玉置浩二さんの恋愛遍歴や、お子様がいない理由、隠し子の噂とその信憑性と出どころ、抱えている病気の真相についてご紹介していきます。安全地帯というグループのボーカルとして活動し、幅広い年齢層から支持されている玉置浩二さん。これまで玉置浩二さんとお付き合いが確認されている女性は5人いました。歴代の彼女との交際期間などを詳しく見ていきましょう。玉置浩二さんの歴代彼女の1人目は一般女性です。玉置浩二さんは1981年に上京してきたアーティストで、出身は北海道出身です。1982年にメジャーデビューを果たし、その翌年の1983年に同郷の一般女性と結婚をしました。同郷の一般女性と結婚しずっと連れ添っていたなら、素敵なお話ですが実際はうまくはいかなかったようです。既婚中の玉置浩二さんは、1985年に石原真理子さんとの不倫が見つかり、1986年に同郷の一般女性とは離婚することになりました。玉置浩二さんの歴代彼女の2人目は、離婚の原因となった不倫相手の石原真理子さんです。石原真理子さんは元女優で1980年にデビューしています。代表作は、不揃いのリンゴたちです。石原真理子さんは玉置浩二さんと1985年から交際しました。この時、玉置浩二さんは27歳で既婚、石原真理子さんはなんと19歳でした。清純派女優として人気を得ていた石原真理子さんの、まさかの不倫劇に世間は激しいバッシングを浴びせました。石原真理子さんは自著、不揃いの秘密、で、当時の様子を赤裸々に綴っていました。きっかけは、同じ事務所で面識のなかった。玉置浩二さんがセクシーな赤い下着と手紙を添えて、石原真理子に接近したことだと言います。大人の関係になるまで時間はさほどかからなかったようです。ロックバンド、安全地帯の大ヒット曲である、ワインレッドの心、恋の予感は、石原真理子さんを思い描いて作られた曲だと、同書には記されています。石原真理子さんは妻帯者の玉置浩二さんと恋に落ち、同棲生活を始めましたが、人目を忍んだ交際は半年ほどで公になり、大騒動を巻き起こします。世間からのバッシングを浴び、離婚騒動も決着がつかず、玉置浩二さんは心身ともに疲れ果てたそうです。そんな玉置浩二さんは、安全地帯のコンサートに同行した石原真理子さんと共に、ホテルで遺書を書き、心中を図ろうとした過去もあったそうです。石原真理子さんは度重なる DV で救急搬送されるなど、玉置浩二さんとの生活は波乱万丈だったそうで、石原真理子さんは自律神経失調症も発症してしまいました。それでも玉置浩二さんとの恋を断ち切れませんでしたが、ある日公衆の面前で玉置浩二さんは、石原真理子さんに手を挙げたのです。この行為が玉置浩二さんへの思いを断ち切る決定打となり、1986年9月に関係は終わりを告げました。玉置浩二さんの歴代彼女の3人目は薬師丸ひろ子さんです。薬師丸ひろ子さんは皆さんもご存知の通り、日本を代表する女優です。歌手としても活動しています。玉置浩二さんが1987年に薬師丸ひろ子さんに楽曲提供したのがきっかけで、交際がスタート。世間には1988年に発覚しました。そして玉置浩二さんと薬師丸ひろ子さんは1991年に結婚。
玉木さんも薬師丸さんも大人気だったので、ビッグカップルとして世間を騒がせましたね。また結婚会見では、薬師丸ひろ子さんは玉木浩二さんのことをお父さんと呼び、玉木浩二さんはピーちゃんと呼び合っていたことが印象的で、ラブラブぶりを記者会見で見せていました。しかし7年後には結婚生活にピリオドを打ち、離婚することとなりました。この離婚の発表が衝撃すぎて、今でも伝説の離婚発表と言われています。2005年6月5日、薬師丸ひろ子さんの34歳の誕生日を祝うバースデーパーティーが都内のホテルで開催されました。出席者は真田広之さんや森山良子さんといったそうそうたる芸能人や関係者が約100人集まった豪華なパーティーだったそうです。玉木浩二さんは自身の代表曲ワインレッドの心や奥様の代表曲セーラー服と機関銃といった名曲を歌い、パーティーは盛り上がりました。そんなパーティーが盛り上がっている最中に、玉木浩二さんが突然、今日で別れますと離婚を発表したのです。薬師丸ひろ子さんも隣でニコニコ微笑んでいたそうです。あまりにも衝撃的すぎる演出に、出席者は訳が分からずに呆然としたそうです。しかしパーティーの終わりには引き出物として玉木浩二さんの CD と饅頭が配られたそうです。結局離婚の理由についてはお二人とも明かしてはいませんでした。そのため玉木浩二さんの女癖の悪さや DV などという噂もありましたが、事実だったのかどうかは分かりません。お二人の結婚生活は二世帯住宅を建て、薬師丸ひろ子さんの両親と同居という形でした。家族を含めてのお二人の結婚生活に何かあったのかもしれません。しかし離婚後も薬師丸ひろ子さんは玉木浩二さんの作った曲をずっと歌っています。意外と良好な別れ方をしているのかもしれません。お二人の離婚は1998年のことでした。玉木浩二さんの歴代彼女の3人目は安藤さと子さんです。安藤さと子さんはキーボード奏者やシンガーソングライターと活動しており、玉木浩二さんとは1995年に出会っています。安藤さと子さんはキーボード奏者として玉木浩二さんや安全地帯のサポートミュージシャンになり、一緒に活動を行っていました。玉木浩二さんと安藤さと子さんは1999年に結婚し、2007年に離婚しています。そして玉木浩二さんは1986年に破局した石原真理子さんと2009年にまた交際を開始しました。盛り上がった2人はすぐに結婚を決意し、2009年2月25日に婚姻届を提出しています。ところがこの婚姻届は受理されることなく、お二人は結婚できませんでした。なぜ結婚できなかったかというと、石原真理子さんは2003年にアメリカ人男性と結婚し、2004年に離婚をしたはずでしたが、離婚が成立していなかったからです。一気に加熱した二人の恋愛でしたが、冷めるのも早く、婚姻届を出したその年の9月には破局していたことが発覚しました。玉木浩二さんの歴代彼女の5人目は青田のり子さんです。青田のり子さんはもともとは CG ガールズというアイドルグループの一員でした。玉木浩二さんと青田のり子さんは2010年に結婚し、現在は玉木浩二さんのサポートをしたり歌手として活動したりしています。結婚と離婚を繰り返した玉木浩二さんですが、青田のり子さんとの婚姻関係は継続中で、運命の女とまで言われています。実はお二人は30年ほど前に一度付き合っていた時期があったそうです。しかしその頃は半年も続かずに破局を迎えてしまいました。そしてそこから数年後に玉木浩二さんの方から青田のり子さんに会いたいと連絡をしたそうです。当時は青田のり子さんもテレビ番組の占い企画で運命的な出会いがあると言われてたそうなので、ちょうどその時期が重なり運命の相手だと思ったのかもしれません。そんなお二人には子供の妊娠や出産が期待されていましたが、結婚して10年以上経った現在も
お二人の間に子供が生まれたという情報はありません。玉置浩二さんの子供についていろいろと調べると、過去には隠し子がいるかのようなニュアンスの書き込みがありました。古くから玉置浩二さんにはお子様がいるという噂があったのです。しかもなんと隠し子はソングライターに米津玄師さんだと言われています。噂の原因となったのは米津さんの歌声です。米津さんの歌声は若い頃の玉置浩二さんのそれと酷似しており、米津さんを知らない年配の方はてっきり玉置浩二さんの息子だと勘違いしてしまう人もいるほどでした。また玉置浩二さんが米津さんの歌手活動を全面的にバックアップしていたことも噂を加速させる要因になりました。楽曲提供なども行っており、もはや芸能界では親子同然の関係でした。しかし2012年にインタビューで玉置浩二さんご自身が無精子症であることを告白し、それまでの噂が全てガセネタだったことが明かされました。玉置浩二さん自身は子供が好きで望んでいたようですが、無理に作るのはやめたの、もちろん子供ができたら嬉しい、でも子供のためにこの後の人生を使うよりは二人で仲良くいるのも大変だもんと発言していました。しかし玉置浩二さんには一人目の奥様との間にはお子様がいるので、完全に子供を作れないわけではなさそうですが、その後に無精子病になったのかもしれないので、もう今では子供を作ることはできない体なのかもしれません。様々な女性と多く恋をしてきた玉置浩二さん、人生は順調のように思えますが、実は玉置浩二さんは統合失調症を患い入院していた過去がありました。入院先では薬で一日中眠らされており、薬漬けにされることを恐れた玉置浩二さんは3日で病院から脱走したそうです。玉置浩二さんは統合失調症の影響で今まで数々の異常な行動を起こしてきました。病気を患っていた時期に玉置浩二さんが起こした異常な行動は以下の通りです。突然ステージの上に寝転がる、バンドの演奏を何度もメンバーにやり直させる、客からブーイングが起きても嫌なら帰ってくれと暴言を吐く、制止するスタッフを突き飛ばす、歌番組の生放送をドタキャンする、ライブやテレビ番組で話の内容がまとまらない、こうした玉置浩二さんの自己中とも取れる異常な行動に、ライブではメンバーがボイコットすることも、玉置浩二さんは過去に自身の著書の中で1983年頃から統合失調症を患っていたことを告白しています。当時ワインレッドの心が大ヒットしましたが、自分の作りたい音楽ではなかったことから、世間が求める玉置浩二さんと本来の玉置浩二さんの狭間で思い悩み、病気を発症してしまったようです。統合失調症とは精神疾患の一種です。何らかの原因で脳のネットワークが働かなくなり、感情の起伏が激しくなってしまったり、急に周りが見えなくなり、人の話を聞けなくなるなどが挙げられます。なかなか難しい病気で人間性を誤解されやすいのですが、長い年月をかけてきちんと治療すれば寛解し治っていく病気です。病気で苦しんでいた玉置浩二さんですが、母親のある一言で救われたそうです。精神病院から脱走した玉置浩二さんは半年ほど北海道の実家で母親と過ごすことになりました。その際、母親は以下のような言葉を玉置浩二さんに送ります。お金のこともメンバーのことも一切考えなくていいから、あなたの家族のことも何にも考えなくていい、音楽やってそんなに悩むんだったら音楽やめて一緒に農業やろう。この言葉を聞いて気持ちが楽になった玉置浩二さんは、地元で友達と楽しく過ごして少しずつ回復に向かっていったそうです。現在玉置浩二さんは統合失調症を克服しています。玉置浩二さんの名曲は多数ありますが、最も有名な曲といえば田園です。実はこの田園は統合失調症の苦しみの経験から生まれた曲だといいます。急いで焦ってしまい、時に誰かを傷つけてしまうけど、頑張っている自分がいることを認めたい、
そんな思いが田園のサビのフレーズ生きているんだそれでいいんだに込められている気がします。玉置浩二さんは統合失調症で苦しんでいる時、難しい曲ばかりを作ろうとしていたそうです。しかし母親の一言と地元の友と過ごす日々の中で、もっと楽しく分かりやすい曲を作ろうと思うようになったんだとか。確かに田園は明るく前向きな曲です。玉置浩二さんが病気の苦しみから脱した晴れやかな気持ちで作った曲なのかもしれません。いかがでしたか。今回は現在も歌手として大活躍の玉置浩二さんの女性遍歴やお子様がいない理由、そして抱えている病気の真相についてご紹介しました。多くの人に愛されている玉置浩二さんには今後も無理なくご自身の歌いたい歌を歌い続けてほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。